はい、皆さんどうもこんばんはということで、2月の7日の日曜日、成長日記クロニクルをやっていこうかなと思うんですけども、何これこれ何すか、この何すか、この2人の寝顔はあー、なんか雪見大福みたいだなーいやー、かわいいですねあ、ごめんごめん、撮影してたらちょっと起こしちゃいましたね。あ、でもまだ寝てるのかなはい、ということで、今日も、成長日記をやっていこうと思うんですけども、今日ね、今日ね動画投稿 してたんですけど、してたっていうか、その今日の動画は今日の編集でやってたんですけど、その投稿が終わった後にね、ハムコの部屋とか、もうハムスターの子たちの部屋を全部掃除したんですよ。だからね、すっごい綺麗になりましたね。ハムコの部屋もだいたい何、1ヶ月ぶりぐらいかな、掃除したの。そうです、いや、まあそうか、うん、もう本当に久しぶりに掃除をしたので、めちゃくちゃ汚れてて綺麗になってね、もう本当に良かったなと思いますそう、それでね、この子たち、チビたちのところにもね、ケナフ入れてあげたんですよ。そしたらね、見てもこの、何この可愛い毛づくろは、ね、もうもうたまんないんですけど本当にはい、ということでね、まだねケナフに入って寝てはくれてないんですけど、多分おそらく今後ね、近いうちにケナフで寝てくれると思いますので、そうしたらまた動画でお届けしたいと思いますので、お楽しみにということでいや、かわいい。3匹目の子はね、トイレで寝てて、最初起きてなかったんですけど、ご飯入れたら起きてきましたね、今ね。うん。そしたらさ、これ見て。3匹目の、この子見て。ね、中のご飯食べてるんだけど、めちゃくちゃ可愛いじゃん。めちゃくちゃ可愛いじゃんね、これね。なんかさ、これちょっと知らない、てか分かんない人は分かんないかもしれないんですけど、ドラクエのキャラクターにこんな子いるよね。一番最初の方に出てくるさ、なんかすごい優しい、優しい、モンスター。なんかその仲間になりたそうにこっちを見ているようなキャラの子で、こういう子いますよね。いや、可愛いな、これ。めちゃくちゃ可愛いキャラ。しかもさ、今一周左にぐるって回ってきたんですけど、まだずっとこれで食べてましたね、この目をつぶった状態でね。いや、可愛かったね、これ。さあ、しばらくしてご飯を食べ終わったので、今日はね、ちょっとこのティッシュペーパーの箱を入れて遊んでいきたいなと思ってまして、この準備したんですけど、いや、これも面白かったですね。まあ言ったら知育ですよ。いろんなものをさ、触ったりとか触れたりとかさせてみて、この子たちの人生の経験値をね、積ませてみようっていうことでね、やってるんですけども、いや、可愛かったね。なんだこの未知の物体はみたいななんだこのでかいやつみたいな感じで、3人でさ出てきてさ、これをさ、調べてるんですよ。みんなで探検してるのこれがめちゃくちゃ可愛くて、最初にどんどんこうやって入っていく子もいれば、上の子みたいになんかね、入るのをさ、ちょっと警戒してっていうか、なんかそのなんていうのかな、すぐには入んないで、いろいろ調べたりする子もいて、この違いがね、結構面白かったですね。あ、ようやって入ったね、これで。いや、これすっごい可愛かったですね。面白かった。これを、こういうのいいね。3匹とも入りましたね。いや、もうこんなのさ、ずるいじゃん。これは楽しいじゃんね。可愛いじゃんね、これは。もう、最高だよね。今の時期しかこれ取れないからね。本当に可愛かった。で、3匹、ね、なんやかんややって、こう入ってたんで、
持ち上げて遊んでみたりとか、なんか立ててみたりとか、いろんなことをやってたんですけど、なんかね、3匹とも結構気に入ってたのかな。なんかいろいろ調べてみたり、なんか入ってみたり、なんかいろいろして遊んでましたね。はい、ということで今日の動画は終わりです。ちょっとね、僕の声が動画をはみ出てしまったので、この映像で最後にまたこれでお別れしましょうか。めちゃくちゃ可愛いな、雪見大福ですね。はい、ではまた明日の成長日記クロニクルでお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバイ。